これからスライディングエクササイズのニートゥエルボーという動作を解説していきます。スライダーの方は4枚用いていきます。それぞれの手と足の下にスライダーを置いて、肩幅程度のプッシュアップポジションを取ります。ここから気持ちいい前に手をスライドさせましょう。で、ここから、膝と肘がくっつくように寄せていきます。で、戻す、寄せる、戻す、寄せる、戻す。今のが、ニートゥエルボーになります。